ティレル011は、ティレルが1981年の F1、世界選手権3専用に開発した F1 マシン。設計は、モーリス・フィリップとブライアン・リスルズ。1981年シーズンから1983年シーズンにかけて使用された、ティレルチーム最後の優勝マシンである。ティレル011は当時としては、オーソドックスなアルミモノコックのウィングカーである。 フロントサスペンションにプルロート式を採用しているのが特徴だった。009がロータス79、010がウィリアムズ FW07 などたチームのマシンをコピーしたデザインだったのに対し、011は独自のデザインだった。第9戦イギリス GP の予選に初投入され、この際は AS のエディチーバーのみに与えられたが、旧型の010に乗る新人。 ミケーレ・アルボレートに1.5秒も遅れたタイムしか記録できないままチーバーがクラッシュし、レースデビューは次のドイツ GP となる。そのドイツ GP でチーバーが5位入賞。しかし信頼性が不足し、以降のレースではリタイアか、回に沈むことになった。この年は、グッドイヤーの撤退騒動の影響で序盤をミシュラン、中盤からエーボンと復帰した。 グッドイヤーと3メーカーのタイヤを使用したが、オーストリア GP 以降チーバーが、グッドイヤー、アルボレートが、ドイツ GP から A ボンを使用した。この年から、リアサスペンションもプルロッド式となる。また、フロアパネルは、カーボン製となり、8kg 軽量化された。チームは、資金不足だったが、信頼性は改善され、成績は上向く。 予選では位に沈むことが多かったが、レースペースは速かった。エースに昇格したアルボレートは予選3位を獲得した最終戦ラスベガス GP で初優勝を遂げた。レギュレーション変更によりフラットボトムとなりダウンフォースを得るためにフロントウィングが装着され、サイドポンツームは空力的な役割が低くなったと判断されて小型化された。 シーズン前にはノーズにラジエーターを配置する案をテストするがハンドリングが悪化し採用されなかった。改良型 DFV エンジンであるダフィーが投入されるもののターボ車に対抗するのは困難だったが第7戦でトロイト GP ではアルボレートが勝利した。この優勝が DFV エンジンとティレルの最後の勝利となった。 第11戦オーストリア GP 以降新型012が投入されると、011は第13戦イタリア GP を最後に退いた。1981年の6ポイントはティレル010による。1983年の1ポイントはティレル012による。ありがとうございます。